どうも皆さんこんにちは、和田次郎でございます。和田チャンネルのみ散歩をご視聴いただき誠にありがとうございます。よかったらチャンネル登録、そして高評価の方バシバシお願いいたします。さて今回私は神奈川県の平塚市というところにやってまいりました。平塚はとても飲み屋さんの多い町で、これまでにも3本ほど飲酒動画を投稿してきたんですが、もしも平塚がどういう町かを知りたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひこの昼飲み編をご覧ください。概要欄に URL を貼っておきます。で、この年の瀬になぜまたしても平塚で飲酒動画の撮影をしようと思ったのかといえば、これですよ。競輪界の年末恒例の大一番、競輪グランプリ。この一発勝負のビッグレースが今年はここ平塚競輪場で開催されるんですね。それを記念してここ平塚で飲酒動画を撮影しようと思ったわけであります。競輪グランプリだけでなく、ヤンググランプリ、ガールズグランプリも開催されます。寺内大吉記念杯も忘れちゃいけませんね。平塚駅にもたくさんのポスターが貼られてて、なかなか盛り上がってまいりました。さて今回のまず1軒目は平塚駅南口にあるお店にお邪魔しようと考えました。こちらが平塚駅南口になります。まあ飲み屋さんの数は北口や西口の方が圧倒的に多いと思うんですが、平塚競輪場がこの場所にあるということもあって、私にとっては南口は結構馴染みのある場所です。目的のお店に向かうため平塚駅南口を出て左方向に歩きます。私は平塚競輪場行くには行きも帰りも大体徒歩なんで、まあある意味歩き慣れた道です。そして最初の角を右に曲がりますと、やがて目的のお店が現れます。南口から徒歩 1,2 分って感じでしょうか。すぐ近くです。平塚グランプリ開催記念のみ、1軒目は平塚ホルモンセンター小太郎さんです。小太郎さんの場所はこの辺りになります。ちょうど向かい側に平塚割烹石剣さんというお店があるんですけれども、小太郎さんはこの石剣さんの系列店になるようです。提灯がいい感じじゃないですか。ラーメンもあるんですね。営業時間定休日はこんな感じになってます。年末年始の営業に関してはお店のホームページなりでご確認いただいた方がいいと思います。お店の外にはおすすめメニューの看板も立てられてました。それではお邪魔いたします。店内はこんな感じになってます。カウンターもあるんで一人でも気兼ねなく入れそうです。奥側から見た店内風景です。公式の LINE やホームページもあります。匂い対策のビニールも置いてありました。まあ私は使いませんけど。こちらがドリンクメニューになります。金宮焼酎をボトルキープできるみたいですね。こだわりのお酒も用意されてました。飲み放題のコースもあります。ちょっと見にくくて申し訳ないんですけれども、こちらが焼き物などのメニューになります。内臓系だけじゃなくてカルビやロースも用意されてました。壁にもおすすめのメニューが貼られてました。1杯目は中ジョッキをいただきました。いや今日もビールがうまいですわ。
今回もまた皆様からいただいたスーパーサンクスのご支援で飲ませていただいてます。ごちになります。こちらのお店は開店して何年ぐらいになるんですかね。3年ちょっと。はい、あちらはもう石剣は25年。あ、25年ですか、ね。はい、なんでまた随分料理のジャンルとしては結構距離があると思うんですけども、ね。ええ、最初、ええ、この場所で石剣を始めたんです。ああ、そうなんですか。はい、はあはあ、あっちは個室になってるんですよ。あ、個室なんですか。個室の需要がだいぶ大きくなってきて、ああ、こういう需要はあんまなくなってきたんですよね。ああ、はあはあ、それで私がホルモンを食べるの大好きだったんで。ああ、そうなんですか。はい、へえ、まあ、同じね、食べ物ですから、まあそんなにタレでもなんでも、ね、うん、作ってみようと思ったら、ああ、うん、できたんで。はい、こちらはお肉を七輪で焼くんですね。タン、はい、こちらが黒黒です。黒黒、こちらが白黒となります。これ量が少なめなのがいいですね。あ、いろいろ食べられてね。はい、すいません、失礼します。はい、どうも。あ、あ、でももう一個あんでもいいですよね。でからじゃあ いっぱいつけるんで、ね、はい、はい、どうも。火が出た時はこちらの氷でしてください。あ、はいはい、こちらに置かせていただきます。はい、承知しました、どうも。こちらのお肉は基本的に食肉センターから仕入れてるそうなんで、やっぱ物が良さそうですね。塩タンうまそうだわ。さあ、それじゃあどんどん焼いていきましょう。おいしそうだわこれ。レモン汁をドバドバつけましていただきます。うまいね、うん。生ビールを飲み干した後は瓶ビールです。私としてはビール2連ちゃんは珍しいです。塩味のものをビールで食べたいなーって思ったんですよ。そして小袋と、白ころを、まとめて焼いてみました。まあ、これまた美味しそうですよ。いい感じに焼けてきましたわ。それじゃあ小袋をいただきます。続いては白黒です。見るからにうまそう。これはやばい、うますぎる。ビールの後はホッピー白をいただきました。まあ、ホルモン食べてるといずれホッピー飲みたくなりますよ。そしてニンニク焼きとアスパラ肉巻き2本セット、さらに
ちら鹿焼きというものも頼んでみました。こちらが鹿のお肉になります。鹿肉は久々になりますけれども、これうまそうっすね。お肉がこんがり焼けていい感じじゃないですか。いや、これいいっすね。酒の魚にもぴったりです、ニンニクもいい感じになってきました。ホクホクして美味しいです。これ食べて元気出します。美味しいもの食べてたらすぐホッピー飲み干しちゃったんで、中をおかわりしました。さてさて、いよいよ鹿肉であります。この絵は食欲そそってくれますわ。野生味を感じさせてくれるというか、めちゃくちゃうまいっすね。これびっくりしました。これはうまいね。これはうまいです。いや、鹿肉うまいですね。いや、珍しいですよね、鹿のお肉を出すのはね。ここだけアップで話してもらっていいですか。いいですか。あれは、一生世代を一生でキープしてるっす。もうじゃあ結構通われてる感じですよね。これ、1年ぐらい、それでお母さんいい人なんで2回来て一週に1回ぐらい来るよ。ああ、そうなんですか。ああ、もういいついでにこれもちょっと取らせてください。盛り合わせも、もうどうもありがとう。さてさて、締めには何を食べましょうかね。まずは大好物のハラミを注文しました。そしてライスの中、あったかほかほか白ご飯です。さらにはカルビのスープも注文いたしました。いや、スープ美味しそうですわ。ちょっと辛めなんで、ポカポカ体が温まりますよ。うまい。ハラミも準備万端って感じです。タレにはニンニクをドバドバ大量投入しました。そしてそのタレにビチャビチャ肉を浸してですね、ちょっと品がないんですけれども、それをあったかほかほか白ご飯の上に乗せるわけですよ。これが和田スタイルです。いや、ハラミもタレもご飯も美味しいです。幸せです。もちろんタレのついた汚れ飯っちゅうんですかね、このご飯もいただきます。うまいんだわこれが。いやー、大満足いたしました。自分としてはかなり食べた方ですね。どうもごちそうさまでした。どうもどうも、ありがとうございました。美味しかったです。どうもどうも美味しかったです。どうも、ありがとうございます。じゃあ楽しみにしてます。ああ、とんでもないです。お肉美味しかったですね。やっぱりそうですか。食肉センター、はい、もう本当満喫しました。どうも、
すいません、どうも。どうもすいません。お騒がせしました。どうもどうも。ありがとうございます。どうも。いやー、小太郎さん、比較的新しいお店だと思うんですけれども、いいお店ですね。一皿がそんなに量が多くないんで、いろんな部位を楽しめます。これが私みたいな人間にとってはとっても助かります。嬉しいです。競輪場の帰りに立ち寄りたいお店がまた増えちゃいましたわ。アポなしでお邪魔したにもかかわらず、お忙しい中心よく撮影させてくださいまして、誠にありがとうございました。ごちそうさまでした。2軒目は平塚駅西口からすぐの場所にあるお店を訪問してみました。こちらが平塚駅の西口になります。で、線路に沿う感じで東側、つまり平塚駅北口方面へと歩いていきますと、すぐに公園通りという通りがあります。まあ、この辺りは平塚でも一番飲み屋さんが集中しているエリアになるんじゃないでしょうか。目指すお店はこのビルの地下にあります。平塚グランプリ開催記念飲み、2軒目は立ち飲み木村さんになります。木村さんの場所はだいたいこの辺りになります。実はこちらのお店、以前アップした平塚夜飲み編パート1という動画の中で、あるお店の常連さんから紹介されたんです。そのあるお店というのは昭和3年創業の角打ち田中屋酒店さんです。この角打ちの常連さんがいい店ありますよって情報を教えてくださったんですね。それでは田中屋酒店さんでの回想シーンをご覧ください。はい、木村って行ったことあるの？いや、ないですね。どこら辺にあるんですか？背番号前あっちの方、はいはい、ローソンとかあるんだけど、ありますね、わかります。そこのローソンの道挟んで反対側のビルの地下なんです。手前に波平っていう、波平さんね、はいはい、まあ有名です。それではお店へ向かいましょう。マスターが私の動画を見たことがあるらしくて、すんなり撮影を OK していただきました。ありがとうございます。こちらが木村さんのお店の入り口になります。お邪魔いたします。店内はこんな感じになってます。立ち飲みのお店ですね。お店は開店してから約7年になるそうです。壁にはメニューが貼られてました。こちらはおつまみ系のメニューになります。こちらは飲み物のメニューです。本日のおすすめメニュー的なものもありました。店内には競輪カレンダーも飾られてましたよ。嬉しいじゃないですか。営業時間や定休日はこんな感じになります。ああ、なるほどなるほど。1杯目は瓶ビールを注文しました。なんだこの砂缶は。
湯河原の動画見ました。あ、そうですか。どれだろう。ラーメン屋さんで朝だな。あ、はいはいはい、ニコリさん、はい、はいはい、ちょうど熱海に泊まり行くときに行って、あ、そうなんですか。ありがとうございます。どうもすいません。最初に頼んだおつまみは味差しです。味差し美味しいですね。2杯目からはこれを飲みました。ホッピーセットの氷なしです。ジョッキが冷えてるのが嬉しいよな。ホッピーうまいっすね。それは何ですか。これ。これ牛のたたき。あ、牛のたたき。まあそうです。一瞬撮らせてもらってもいいですか。アップで。ああ大丈夫です大丈夫。ああごめんなさい。アップです。すみません。こちらはピーノ。あ、これはね肉味噌もやしで、こっちが鶏とピーノ。ああ。失礼しました。ありがとうございます。あ、いいんですか。なんかすいません、なんかもうお気づき、いやいやいや、そんな離れなくても大丈夫です。これは何でございましょうか。うわ、うまそう。ハンタン豆腐。ハンタン豆腐、はい、これはうまそうだ。失礼いたしました。どうも。断面ね。はい。すいません。この生な感じがいいですね。これは？カシラとセセリですか。カシラとセセリ。これもうまそうだ。あ、私こういうもんなんで、よろしくお願いします。どうも。あの邪魔だったら捨ててください。カッコが本名上が芸名した。あ、いやいや、絡まれてはいないですけど、別に。あれは絡まれてます。いや全然一日じゃないですね。私が次に頼んだおつまみは地獄豆腐です。ビジュアルが強烈です。醤油や唐辛子やニンニクなどで作ったタレで味付けしてあります。ああ、これうまいっすね。うん。お隣の方に今度は浅漬けも取らせていただきました。すんませんです。続いてまたしても取らせていただいたのはこの一品です。カニか、カニ玉ね。これは家で使います。車の種類。ああ、いやあ、そうなんですか。あ、どうもすみません。すみません、どうも。ありがとうございます。これじゃ あのホッピーのあれは外に出しておいた方がいいの。ああ、そうですね。それケースに入れていただけます。はい。ホッピーの次は芋焼酎のソーダ割りを飲みました。
今もなお多くの捜査員が出入りをしていて、可能な警護を行っています。さて、私が最後に頼んだおつまみは完璧です。完璧。私は誰も殺してないわ。ああ、どうもどうもどうも。これが煮豚。ああ、うまそう。煮豚でございます。網で炙ってたのは焼くんではなく温めるためだそうです。いや、それにしてもこれやばいぐらいにうまそうですよ。これはいいっすね。YouTube 映えしそう。いや、インスタ映えもしそうです、ね。美味しい、これは。ごちそうさまでした。どうも。最後に撮りました。あー、じゃあもう、すみません。初とかしら、初とかしら。もう皆さんの協力でね、本当。もう僕は動画やってないけど、インスタやってるんで。あ、インスタ、はいはいはい。木村さん登場率高いです。あ、そうなんですか。インスタに。どうもどうも、すみません。そのありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。いいお店です。本当素晴らしいと思います。すいません、お騒がせしました。どうも。はい。あ、ごめんなさい。どうも。失礼します。いやー、木村さん、素晴らしいお店でしたね。こんだけつまみが充実してて、なおかつどれもこれも美味しそうってすごいっすわ。実はこの木村さんの後に別のお店で取材しようと思ってちょっと飲み食いを控えてたんですが、結局その次のお店では取材が NG だったんですね。そんなことなら木村さんでガンガン飲み食いすればよかったわと、まあ後悔してるんですけれども、ただ常連さんのご好意で幸いにもいろいろなおつまみを撮影できました。ほんと助かりましたわ。ありがとうございました。田中屋酒店さんでこの木村さんの存在を教えてくださったお客さんにも感謝しないといけませんね。ほんと年末のお忙しい中、心よく撮影を OK してくださいましてありがとうございました。ごちそうさまでした。さて、3軒目は平塚駅西口から徒歩 7,8 分程度の場所にあるお店にアポなしでお邪魔してみました。先ほども出てきた公園通りを国道1号線、つまり北側に向かって歩きまして、途中のとある交差点を右に曲がると目的の店があります。平塚グランプリ開催記念のみ、3軒目は大仙鶏海鮮林さんです。林さんの場所はこの辺りになります。地図では細かい道結構省いちゃってるんで、だいたいこの辺りということでご容赦ください。それではお邪魔いたします。お店は開店してから7年目になるそうです。店内はこんな感じになってます。
奥側から見た店内風景になります。この直後から宴会があったんですけれども、それ用の鶏鍋です。これうまそうだわ。営業時間定休日はこんな感じになってます。現在ランチの方はお休みしているようなんですが、まあそう遠くない将来また再開するようです。壁にかけられていたメニューです。いろいろ単品の美味しそうなおつまみもありますね。カウンターに置かれたメニューです。鳥取県の大山鶏、期待が高まります。自家製あん肝ポン酢もありました。こちらは飲み物のメニューになります。日本酒にもこだわってます。紹興酒もありました。一杯目は生中ジョッキです。泡がたっぷり入って美味しそうです。生ビールうまいですね。こちらがお通しになります。ごぼうですかね。初めて入るお店でお通しが美味しいと嬉しくなっちゃいますよ。カウンターの奥にもメニューがかけられてたんですが、そこにはお一人様限定という文字もありました。これは私のように一人で飲むことが多い人間にとっては大変ありがたいシステムですね。てなわけでお一人様セットを注文してみました。はい、どうも。お一人様セットの地魚の刺身盛りです。一応定置網。あ、定置網、はいはい。ああ、イラストにあるもん。だからその日上がったやつなんです。何が来るか分かんないですけど、お願いしちゃってるんで。ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。5種類ぐらいとか言ってる。いろいろ種類が食べられて嬉しいです。お一人様セットにはキャベツもついてました。まずはマダイからいただきます。いや、美味しそうですわ。うん、抜群ですわこれ。うまい。続いてはキラキラと光り輝くタチウオです。美味しいお刺身を食べてたら日本酒が飲みたくなりました。すいません、それをお噛んでいただけますか。はい、安藤さんでいい方、はい、熱々缶をおすすめしてますけど。あ、じゃあそれを、はい、はい、開けちゃいます。あ、どうもどうもありがとうございます。丹沢さん霊峰純米熱々缶です。なんかこの年末はめちゃくちゃ寒いんでね、やっぱり缶酒が飲みたくなっちゃうんですよ。お一人様セットのミックス焼きも到着しました。基本ミックスって、はい、胸、皮、レバーを3種類必ず入れるんですよ。ははははで、その後にあのグラム醸成で、今日入ってるのは初、あと砂肝、せせり、野源、
こちらの焼き鳥は串には刺してないんですね。いや食欲をそそられますわ。まずは皮をいただきました。うまいっすねこれミックス。これ美味しいですねミックス。その後来店してお隣に座った常連さんがなんと和田チャンネルの視聴者だったんです。びっくりです。 YouTube 見てるぞ。あ、すいません見てるぞ。あ、声出ちゃった。あ、もう入れてください。声平塚小田原言ってますよね。あ、ありがとうございます。どうもすいません。あ、なんか恐縮です。美味しい大山鶏を食べてたら無性に焼酎が飲みたくなってきました。そして阪神ファンの私は虎という文字に反応してしまうんですよ。てなわけで芋焼酎虎ふきり島のソーダ割りでございます。いやー2023年の岡田阪神はどうなるんでしょう。楽しみでもあり不安でもあります。ちょっと苦味もある感じで美味しかったです。私好みです。行ったことありますか。はい、あ、ないですね、ないです。あの、前は撮ったことあります。はいはいはい。あ、そうですか。メモらせてください。あとは他にナナミっていう7つの海って。あ、はい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 、はい、ここは僕の行きつけなんで食いしん坊。そこは結構貴重な情報を教えていただきましてありがとうございます。助かります。感謝します。手羽素揚げ、手羽先素揚げ、あ、終わっちゃった。あ、そう、あ、大山鶏の手羽先食べたかったんですけれども売り切れでした。しかしメニューに別の好物を発見してしまったんですね。和田チャンネルの熱心な視聴者の方ならご存知だと思いますが、あれですよ。はい、どうも。あーし、厚切りハムカツでございます。なんかもう半分意地になっちゃってる感じもするんですが、とにかくメニューにハムカツがあると頼んじゃうんですね。そしてハムカツに合わせて金宮のホッピーセットを注文いたしました。結局今回の取材ではどのお店でもホッピーを飲んじゃいました。そしてハムカツです。美味しそうです。やっぱりハムカツ美味しいですわ。頼んで正解でした。そしてホッピーとの相性もバッチリですよ。あ、ちょっといいですかそれ取らせてもらって。ああ、いいです、いいです。お隣の常連さんが頼んだパリパリごぼうチップです。これを、いただきます。ごぼうチップいただきました。あ、いいですね、これつまみにもぴったりですね、これ。これがいいですよ。ごぼうなんで繊維、食物繊維、はい、超綺麗です。まあ今のは日本人、うん、
さつまいもバターって結構量多いんですか？あ、大丈夫ですか？あ、でもさつまいもバター少なめで、いやすいませんね、わがまま言っちゃって本当に、ね、すいません、ごめんなさいね、なんかわがまま言って、はい、食物繊維という言葉に触発されてさつまいもバターも注文してみました。大将のご好意で少なめにしていただきました。すんません、助かります。これまた美味しそうですよ。これいいです、すごくいいです、うまいですねこれ。いやいやいや、もうね、ここでお隣の常連さんがお帰りになりました。いや、ありがとうございました。なんかもうね、あのなんか視聴者の方がいてちょっと信用が上がりましたっていう、よかったですね。でも本人に覚えてきてください。絶対登録します。ありがとうございます。楽しかったです。ああ、いやいや、もういろいろ、あ、でもいろいろ情報ありがとうございました、本当に、ね、基本はそういうの使ってます。ありがとうございます。どうもどうもありがとうございました。おやすみなさい。また来年もよろしくお願いします。さてさて、私が頼んだ締めの一品はと言いますと、鶏茶漬けでございます。梅干しも入ってて美味しそうですわ、これ。あっさりしていて締めにぴったりの美味しさでした。よし、ごちそうさまでした。どうも。はい、突然お邪魔しちゃってすいませんでした。あの素晴らしいお店で、ありがとうございます。ごちそうさまでした。どうも。はい、美味しかったです。どうも。平塚楽しんでってください。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。どうも。いやー、リンさん、アットホームな雰囲気の実に素晴らしいお店でしたね。大山鶏も美味しいし、地魚も美味しいし、気の利いたつまみもあるし、さらには私のような一人で飲みに来る人間に対しても気配りが行き届いてて、ほんと感激しました。宴会も入ってるめちゃめちゃ忙しい時にアポなしで飛び込んだにもかかわらず、心よく撮影を OK してくださいまして、本当にありがとうございました。感謝します。さて、今回の動画はこれにて終了となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いや、しかし平塚には良さそうな飲み屋さんがめちゃくちゃたくさんありますな。こりゃ来年も絶対に取材に来なきゃいけませんわ。それでは皆さん、12月30日に平塚競輪場でお会いしましょう。っていうのはまあ冗談で、今年も1年お世話になりました。来年もまた和田チャンネルのび散歩をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。皆さん良いお年を。さよなら。